はい、こんにちは、116ウィンズです。さて、先日助っ人外国人関連で日本のプロ野球界が少しざわつきましたよね。 MLB で通算155セーブを挙げ、現在はメキシカンリーグでプレーしているロベルト・オスーナの NPB 入りが近いと現地メキシコのメディアが報じまして、さらにその移籍先は千葉ロッテマリーンズなのではという具体的な話も出てきて話題となりました。オスーナは MLB で通算155セーブを挙げながらも、年齢はまだ27歳と若く、MLB でプレーしていた頃は90マイル後半の速球にスライダーなどの変化球を組み合わせて、ブルージェイズ・アストロズのクローザーとして活躍。今季もメキシカンリーグで防御率 1.35 を記録していて、リーグ全体の防御率が 6.16 であることを考えれば、オスーナのピッチングは突出していますし、なんなら実力だけなら MLB でバリバリプレーできるレベルの選手なので、もちろんまだ正式な発表は出ていないので、本当に日本に来るのか不透明にしても、もし本当ならロッテのブルペンにとっても大きな戦力が加わることになるでしょうね。ただそもそもの問題として、なんでそんな選手が日本に来るのか、ここを疑問に思われる方もおそらくいらっしゃるでしょう。今回はそんな若き天才クローザーオスーナのここまでのキャリアを見ながら、その栄光と転落についてお話していこうかなと思います。オスーナは16歳の時に契約金150万ドルでブルージェイズと契約し、メジャーでのキャリアをスタートさせると、2013年開幕前に MLB.com が発表した球界全体のプロスペクトランキングでは90位の評価。90マイル後半にも届く速球に加えて、コマンドなどが年齢の割には良い点が特に高い評価を受けていました。ただ2013年シーズン中にトミージョン手術を受けることになってしまい、この年は10先発にとどまると、翌2014年復帰を果たしますが、ハイエーで防御率 6.75、まだまだメジャーの舞台は遠いといった感じのピッチャーで、まあ当然この時まだ19歳のシーズンを過ごしたばかりでしたので、それ自体は普通のことかなと思います。とはいえ、ブルージェイズもオスーナの才能は買っていて、多くの若手有望株と同様に2015年のメジャーのスプリングトレーニングに彼を招待。招待したとは言っても、チームとしてはオスーナをこの年のメジャーの戦力として考えていたわけではおそらくなく、どちらかといえば彼にメジャーの空気ですとか指導などを体験させることが目的だったと思われますが、オスーナはオープン戦9試合で防御率 2.19 と予想以上の好投を見せます。ブルージェイズはこの前年の2014年のブルペン防御率が MLB 全体で25位とブルペンに少し課題を抱えていまして、春先のオスーナの支配的なピッチングを見て、これならいけると感じたんでしょうね。ブルペンで彼の開幕ロースター入りを決断し、オスーナはシングル A から一気にメジャーの舞台へ駆け上がることになりました。予想外に開幕ロースターに入ったオスーナでしたが、開幕してからもシングル A から上がってきたとは思えないピッチングを見せ、5月末の時点で防御率 1.75、メジャーリーガーとしてのキャリアは順調な滑り出しを切っていました。ただオスーナ以外のこの時のブルージェイズブルペンは明確なクローザーが不在の状況で、ブルペン防御率も MLB では下位に位置していたんですよね。そのためチームは好投を続けるオスーナを6月下旬から本格的にクローザーとして起用するようになりまして、その期待に応えたオスーナは6月22日以降防御率 2.87、 20セーブと活躍。ブルージェイズの地区優勝にも大きく貢献しました。プレイオフに入ってからもレンジャーズとの ALDS ではオスーナは4試合5回3分の2を無失点に抑えましたし、またシリーズを決める第5戦は3点リードの8回1アウト1、2塁、一発が出れば同点の場面で登板して、ハミルトン、アンドラスを連続三振に切って ALCS 進出を手繰り寄せる、今見ても痺れるくらいの圧巻のピッチングを披露していましたよね。前の年までマイナー、それもシングル A で投げていた選手が、たった1年で若干20歳の頼れる若きクローザーとなったわけです。そしてオスーナはこの後 MLB を代表する守護神へと成長します。2016年もブルージェイズのクローザーとして活躍すると、2017年の前半戦は一時不安障害で登板できない事態にも見舞われもしましたが、防御率 2.06、 22セーブを記録して自身初めてのオールスターにも選出。後半戦に調子を大きく落としてしまったので、最終的なシーズンの防御率こそ 3.38 に落ち着きましたが、シーズントータルではキャリアハイとなる39セーブを挙げ、クローザーとして順調すぎるくらいのキャリアを歩んでいました。2017年オスーナの22歳のシーズン終了時点で通算95セーブを記録し、これはこの年齢時点の選手としては MLB 史上最多記録。2位のテリー・フォースターで70セーブですので、それはもう大幅な記録更新だったわけなんですよね。まあリーフピッチャーが長い期間活躍し続ける前提を置くのは無理があるかもしれませんが、デビューが早かった分、このままセーブを積み重ね続ければオスーナはかのマリアノ・リベラをも超える偉大なクローザーにもなれると思われていました。それだけの一流選手だったんですよね。ところがここでオスーナのキャリアに暗い影を落とす事件を、残念なことに彼自身の手によって起こしてしまうわけです。2018年5月、オスーナは自身の子供の母親である女性に対する暴行容疑で逮捕されてしまいます。
オスナの突然の逮捕は本当に衝撃でしたし、ブルージェイズとしてもまさかといった感じだったでしょうね。即座に MLB による調査が始まり、オスナは調査期間中試合に出場できなくなってしまいました。その後被害者とされる女性がカナダの裁判所に出廷しなかったため、有罪判決は免れ、オスナが実際に暴行したのか否かも司法の場で明らかとなることはなかったんですが、MLB は事態を重く見て、オスナの逮捕日である5月8日から起算して75試合の出場停止処分を決定。ちょうどこの時は MeToo 運動が広がりを見せていた時期で、ブルージェイズとしては DV 疑惑のあるオスーナを処分が明けた後に復帰させることによるレピュテーションリスクを恐れたのかもしれませんね。彼の出場停止期間中にジャイルズに代わる絶対的なクローザーを欲していたアストロズへオスーナを放出しました。実力は一流とはいえ、DV 疑惑のある選手をわざわざ獲得してきたことから、勝つために手段を選ばないアストロズフロントの姿勢には当時かなり批判の声もあった印象ですね。また後に2019年当時 GM 補佐を務めていたブランドン・トーブマンが複数の女性記者に対してオスーナを獲得して本当に良かったと何度も叫び、愚弄したあたりからもアストロズフロントの DV 問題に対する姿勢は疑問視されてはいました。で、出場停止処分が明けてからのオスーナは相変わらずのエリートクローザーで、アストロズが期待していた姿そのものではありました。2019年は66試合に登板し、防御率 2.63、38セーブを記録して初めてのセーブ王。とにかくプレーオフでは頼りなかったかつての守護神ジャイルズとは違い、オスーナは概ねプレーオフでも期待通りのピッチングが見せてくれていました。しかし2020年8月1日の試合で右肘の痛みを訴えて負傷降板してしまうと、トミージョン手術が必要な状態と判明し、シーズン終了。オスーナは結局手術は受けず保存療法を選択し、今メキシカンリーグで元気に投げているあたりからもそこはおそらく完治したんでしょうね。ただオスーナは2021年が本来なら FA 前最後の年で、また予想年俸も1000万ドルと高額であったことから、ほぼ1年間戦力として期待できないオスーナをわざわざアストロズとしても残す理由がなく、2020年のオフにウェーバーへ、そして今に至るまで MLB でのプレーは叶っていません。ということで、オスーナの栄光と転落を見てきましたが、トミージョン手術が必要な状態からどれほど球速などが戻っているかは不明なものの、メキシカンリーグで頭一つ抜けていることから、少なくとも今もメジャーでプレーできる実力はあるんでしょう。27歳とまだ若い点もプラスですが、とにかく彼に関しては過去の DV 問題をどう見るかに尽きるでしょうね。怪我が完治してもなお MLB のチームがオスーナ獲得に動いていないあたりからも、やはり DV 問題は軽く見て良いものではないのかなと。最近の日本プロ野球は女性ファンを獲得するための施策を各球団いろいろと打っているかと思いますが、オスーナのような過去を持つ選手の獲得はそういった部分への影響も懸念されますし、まさに諸刃の剣といった感じです。それだけのリスクをチームが追うだけの活躍を果たしてオスーナ見せることができるのでしょうか。続報を待ちたいと思います。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。